出ながら出す、出ながら出す、ね、そう、当たれた、当たれた。今日の課題は何でした？お相撲部チャンネル。最初はグー、じゃんけんグッチー。おはようございます、グッチです。今日は雨の中、稽古に来てくれました。どういったら、インターさんも稽古参加します。心がれ大阪の大阪の国際大会だし、日本の選手は全日本レベルだと思って、すごい大きなレベルの高い試合が、今日と来週しっかり仕上げていきましょう。はい、それでは今日自分がドッキリで今日からと思ったんですけど、お父さんに聞いたらまだ聞いてないよみたいな感じで違う感じだったんですけど、しっかり試合に出るかどうか確認を持ったんですけど、自分今日は夕前から出ますと声をいただいたので、5月には千葉の柏市で春に帰る中学校として初チャレンジなので、皆さん応援してください。それでは結構ございます。土井さんが当たってないことに気づかせてあげて、当たるってこうイメージが多分先入観で、正面衝突でガンっていかないければいかないと思ってるので、それいかなくて踏み込む、相手に自分から踏み込んでいくって感じ、正面衝突を避けていいんですよ。だからポイントを探るときにこれも自分で掴まないといけない、細かい技術構えて落ちて吐きよい、そうそう、どん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 、こう春手が出てないし腰が高いし、どんどん出ろ、どんどん出ろ、どうですかね、そのこう、そう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 、重心の低さで負けてるよ春。先週なんであんな当たれたのに急に元に戻ってるの、構えて手をついて立ち寄り、そうそうそう、どうですかね、マシだった、本当にそう、左取ったらそのまま、そう、出ながら出す、出ながら出す、出ながら出す、そう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 、出ながら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 、そういう、そう、いいですね、だいぶ変わってきました、修正が少しずつできてます。集中して止めて手をついて手をついて吐きよい、そうそう、当たれた、当たれた、当たれた、どんどん下から下から、お互いに下から起こす、先に出る、どうですか、いつもこれはガツンと乗せておきますんでよし、最後いきましょう、吐きよい、お、そう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 、そう、左から絞って、どんどん、どうですか、左取ったらしっかり頭つける、頭つける、頭つける、まっすぐつける、頭つける、体横向かない、春はそれで出る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 、攻める攻める、そう、はいはいはい、お互い攻めたんで終わります、これで。見た、はるくん、今日の課題は何でした？引っ張りの前の、こうやって当たった後にすぐに回の伸ばすよ。
そうだよね。かましてからの突っ張りの展開と、もろ手。もろ手の回転と両方覚えて。そう。それで、もう立ち合いの幅は広がる。試合の時に相手によって変えたりとか、作戦を立てやすいからね。そうそう。そう。それで、あと、立ち合いの種類をあと2、3種類あるとね、いいね。はい。今後。では、来週は出稽古で、やりましょう。チャンネル登録と高評価お願いいたします。お相撲グッチャンネルは世界にお相撲の楽しさを伝えるということと、未来の横綱を発掘するということをコンセプトにお送りしておりますので、グッチャンネルこれからもよろしくお願いします。編集がこれからどんどん変わっていきますと思うので、よろしくお願いします。